はいどうも、今回はザンギエフに関して見ていきます。結構グラフィックが変わって、なんていうか人間っぽい感じになりましたよねなんかそれで、まあ毎回おなじみって感じなんですが、身長というかでかさの割にそんなリーチがなかったりしますよね。まあよりなんか人間らしい動きになってますよね。いい感じでもったりしてるって感じっていうか。というわけで以上です。ご視聴ありがとうございました。